これ。9年前のね、おもちゃなんだよ。通りで賞味期限切れって書いてあるわけだわ。もしかして私のお洋服ちゃんと入るかわかんないんだけどね。早速開けてみよう。よいしょ。じゃーん。わ、メイド服。チョキ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 、切れない。すごい可愛い。なんか素材が超しっかりしてる。後ろのペリペリがちょっと変わった形。すごい。カチューシャはなんか紐でくくるみたいだよ。次も開けてみよう。せーの、ビリ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 。よいしょ。お、ポリス？ポリス警察官。わあ、チョキ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 。なんかちゃんと帽子までついてるけど、なんかちょっと形がぺったんか。え、ちゃんとリカちゃん着れるかな。でもサイズ感的には良さそう。帽子わかんないけど。次はこれ。何が入ってるかわかんないところが楽しいよね。なんだろう、せーの、シャキン。あ、なにこれ。あ、チアリーダー。チョキ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 。だから着れないって。水着っぽい素材、伸びる。で、ここはすごいツルツルしてるので、あとスカートもついてたよ。このチアリーダーにはポンポンついててすごい。ゴムで止めるようになってるのかな。次どっちにしよっかな。こっち。パリ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 。じゃーん。なにこれ。あ、コッカさん。なんか上下のセットと、あとはこの赤い何かとエプロンがついてた。この赤いやつなんだろう。あ、これか。あ、リボン。なるほどね。ズボンとっても長いんだけど、これリカちゃん大丈夫かな。次、よいしょ。何かな、何かな、何これ。あ、バレリーナ。もうやばい、ぺったんこぺったんこなんだけど。よいしょ。これもなんか水着っぽく、水着素材っぽい感じで伸びる。これもうめくれちゃってるよね、着ても。あ、でもこんなもんかな。あとバレーのトゥーシューズ、トゥーシューズなんだっけ。これもついてた。すごい、リカちゃんの足に入りそうだよ。あと3つ、どれにしようかな。これ、せーの、バリ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 、シャキーン。なにこれ。え、あ、フライトアテンダント。へえ、すごい。かわいいワンピースに、あと帽子もついてたよ。星マークがついてる。あとキャビンアテンダントといえばスカーフ。すごい、かわいい。次はこれ、バリ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 。よいしょ。なに、あ、ナースさん、ナースさんの服。あと、あれ、なにこれ。あ、こういう感じか。ナースキャップとナースの服。なんか素材も本物みたい。本物ってガーゼっぽいんかちょっとよくわかんないけど、すごい、かわいい。ピンク。じゃあラスト、なんだろう。何が出てないっけ。マーチングバンド。あの、なんだっけ、くるみ割り人形。そうそう、クリクリくるみ割り人形の服みたい。で、帽子もついてるね。ファサファサがついてる。それぞれの箱にはこういうカードも入ってたよ。なんか順番、番号振ってあったんだけど、全然順番通りに開けなかった。で、今さらなんだけど、中にはガムが入ってるけど、もう9年前だからもう溶けちゃってるし、食べちゃダメだよ。賞味期限切れてるからね。1番ナースさん。はーい。若干ナースキャップがもう乗っかってる感がすごいんだけど、まあまあまあ、かわいいかわいい。ワンピース、ナースらしく明るく優しい印象のピンクのワンピースタイプ。ナースキャップ、レトロな赤十字マークがポイント。レトロなのかこれは。でもこのちっちゃいボタンとかすごいかわいい。うんうん、ナースさんって感じ、かわいい。メイドさん、もうこれがね、すごい素材しっかりしてるんだけど、むちゃくちゃ疲れた気せるのに。この辺のリボンももはやよくわかんないからね。カチューシャ、リボンはドールによって頭につけたり髪飾りとして使ったりして結んでね。あー、すごい、なんかリボンすごい長かったんだよ。これこれこれ、ほら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 、こんなに長いのどうしようと思ってて。あとはエプロンドレス、シンプルでクラシカルなデザイン。フライトアテンダントに合わせても OK。 あ、なるほどね。3番チアリーダー。かわいい、むちゃくちゃかわいいよ。ほら、なんかポンポンがね、なんかちょっと付け方よくわかんなかったから、こうぶら下がってるんだけど。ユニフォーム、伸縮性のある動きやすい素材。ポンポン、チアリーディングに欠かせないアイテム。
このポンポンってなんか全面ポンポンじゃないよね。何言ってやるんだろう、分かんなくなってきた。4番コックさん、かわいいの、すごい。なんかズボンもちゃんと結構ぴったりのサイズだったよ。スカーフ、コック気分満点の赤のスカーフ。コックコート、エプロンは女の子が腰で結んで可愛いギャルソンタイプ。これってあれだ、なんだっけ、リボンを前に結ぶもんなんだ。できた、こういうこと。なんか可愛くできないね。ほら、写真はすごい可愛いのに何かが違う。5番マーチングバンド、じゃーん。もう置いてるからね。シェイコ、帽子のことをシェイコ、帽子についている羽をプルームと言います。そうなんだ、これがプルーム、これがシェイコ。ユニフォーム、かわいいオールドスタイルデザインのユニフォーム。ちょっとよくわかんなかったけど、赤と金でかわいいと思うよ。こっちのリカちゃん、召喚。この帽子入るかな。よいしょ、あ、入りそう。よいしょちょっと顔隠れちゃう。なんかもう0か100かだよね。こっちが0、こっちが100つらい。6番、バレリーナ、あの問題作のやつですよ。じゃーん、ぺったんこだったんだけど、リカちゃんが一生懸命手で押さえてるから、そんなにこうめくれてない見えてる。チュチュ、ミニスカートタイプのクラシックチュチュ。トゥーシューズ、トゥーシューズ、あれわかんない。リボンを可愛く結んでねちゃんとね、リカちゃんつま先立ちしてるんだよ写真ではむっちゃ可愛いのになんでかなと思ったけど、もしかしてこれ分かれてるのかな。あ、分かれてる。ちょっとリカちゃんバンザイして。あ、スカートめくれちゃう。これをいい感じにこうふわふわって分かれさせたら、すごいふわふわなるかな。ならなかったね。次、せーの、じゃーん福慶さん、福慶さんだよ。もう帽子がね浮いちゃってるからね、これどうしようもない制服はワンショートキュッとしたタイトスカートがポイント。帽子、丸い形が可愛い福慶さんの帽子。丸じゃないよね。1番、フライトアテンダント、じゃーん。スカーフ、いろんな巻き方を楽しんでね。リボン大きすぎるんだよな、難しい。ワンピース、かわいいレトロなワンピースタイプ、メイドのエプロンを合わせても OK。 あ、そう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 、そうだったそうだった。これ、あ、これじゃないこれコックさんの。あった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 、あった、これね、これね。できた。フィッシュオアチキンのやつだでもなんかあんまりキャビンアテンダントっぽくないよね。やっぱこっちかな。アテンションプリーズみんなはどの制服が一番可愛かったかな。私はこのナースさんが一番お気に入りよ。とっても可愛いでしょ。なりきり制服コレクション、9年前のおもちゃだけど、まだインターネットで売ってるから、よかったらみんなも買ってみてね。質問コーナーだよ。ペンネームジュリさんから、リカちゃんは髪切られた時どんな気持ちでしたか。私まだ髪の毛切られてない。あ、そうだったね。それは私よ。切られた時は世界一の不幸な少女になった気がしてたけど、トラメルちゃんが可愛いって言ってくれたからそう思えてきたの。洗脳って怖いよねえ待って、木のお兄さん。ん、なんだい。木のお兄さんにも質問来てたよ。ペンネームひなさんからで、木のお兄さんに質問です。いつもなんでリカちゃんの服を着てるんですか。だってなんと僕にも質問が。ありがとう。この服はリカちゃんのじゃなくて、実はエリーちゃんのなんだ。ちなみに僕は腕がたくましくって、袖があるやつだと着れないんだよ。困ったやつだぜ。メルちゃん、リカちゃんじゃなくても質問があれば答えるよ。コメント欄に質問とペンネームを書いてね。じゃあこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。次の動画で待ってるね。